乗り間違えた。秋田市行くつもりが東京行き乗ってしまった。かっこいい。よし。はい。おお。あ、こうやってしまった。こうやって。ないんですもんね。いい。おお、怖え。では、ありがとうございます。はい、皆さん、こんにちは。ソロ玉の中の人、秀樹でございます。はい、ということで本日ハンター株納車されました。ウェーイ。ちょっとまだいっぱいいっぱいではしゃげないんですけども、乗っております。お、快適快適。結構早いの。割とすぐ60キロとか出るんですね。全然車の流れに乗れますね。楽。セパハンに比べると超楽。これいいね。これどこまでも行けるわ。ちょっともうちょっとなー、シート後ろにあればいいなっていう感じしますね。多分慣れの問題か。なんかハンドル近すぎてなんかすげえ違和感感じますね。まあ、普段乗ってるバイクがね、もう超前傾のセパハンだからなおさらそう感じやすいのかもしれません。ふむふむ。こう停車してからニュートラにした方がいいですね。多分クラッチあるバイクは停車する前にこう4速3速2速で落としていきますけど、まあ、遠心クラッチは停車してからニュートラにした方が割と楽かもしれないです。おう。今日はこれからちょっと寄りたい場所があるんで、そこ寄ってから自宅までブラブラツーリングして帰りたいと思います。さてさて、寄りたい場所に到着しました。納車されたらね、山岡屋食べて帰ろうって決めてたんですよね。山岡屋今年初めて食べましたよ。美味しいけどやっぱ濃いな。もう年取ったらね、ちょっとあっさり中華とかね、喜多方ラーメンとか、ああいうのがちょうどいいんだよな。おお、国道でも全然流れ乗れますね。余裕余裕。今年はこのハンターカブでキャンプツーリングとか、あと林道を走りたいと思ってるんですよね。裏道を通って帰ろう。やぶ。たまに何速か分かんなくなりますね。多分今の3速発進とかだったかも。市街地を出て農道に出ました。快適に走れております。ミラーも全然ブレることなく見やすいですね。4速入れると軽く70キロとか出ますね。多分70キロくらいまでは問題なくスムーズに使えると思います。80、まあ、80でまあちょっと頑張ってきてるかなって感じですけど、まあ、80キロでも全然問題ないです。でも快適なスピードは70くらいかな。70か75キロくらい。80以上になるとちょっと風圧がきついっすね。多分95キロくらい出るんだっけこれ。まだ鳴らし中なんで、まあ、90とかは出さないようにしたいと思いますけど、まあ、今75キロくらいで走ってます。全然快適ですね。75でもちょっとここにねつけたいと思います。インスタ360、360をこういう風につけるようなこともできますね。ここにつけたらどんな
アングルになるのかな。ちょっとインスタ360のアングルを変えてみました。いいし、さてさてどんな風に撮れてるかね。そういえば俺初めて乗ったバイクってスーパーカブなんですよね。大学の4年間はスーパーカブ50で通学してたんですよ。キックしかないね、緑色のスーパーカブの 50cc でしたけど、4年間オイル交換もせずにね、何の知識もなく乗ってましたけど、よく壊れなかったなと思いますね。このカブに乗るのが若干懐かしい感じがします。さて地元の方まで戻ってきたので、ちょっとバイク止めてハンターカブ移したいと思います。地元の無料キャンプ場なんですけど、昨日の夜から今日の朝まで実はここでキャンプしてました。カンソロでした。クマが怖くてね出なかったけど、ほんと今年もなんかクマが出そうで怖いっすね。お、早速あれっすよ、オフロード性能が試せる。お結構砂利道でも楽かもしんない。おお、砂利道楽しいかも。おお、いいねいいね、砂利道楽しい。結構これスピード出せんじゃない。おお、これ R90 じゃこんなスピード出せんぞ。よし、はいよ、はい、ということで本日ハンターカブ CT125 納車されました。こんな感じでございます。かっこいいね。まあ色はグレー一択で決めたんですけど、あ、まあちょっとグリーンと若干迷ったんですけど、このアーマードシルバーメタリックでしたっけにしました。かっこいいな。でこれからちょこちょこ実用的なカスタムはしようと思ってるんですけど、とりあえず今はこのフォグランプだけつけてもらってます。木島のフォグランプがついてますね。純正のヘッドライトだとちょっと暗いらしいんで、フォグランプは必須らしいです。ちょっと映してみますか。こんな感じで木島のフォグランプがついてます。こうデザイン崩さないですよね。ちょっとつけてみますか。つけるとこんな感じです。まだ夜走ってないからわかんないけど明るいのかな。はい、 いやかっこいいですね。ハンターカブいいね。ちょっと一周してみます。こんな感じです。ちょっと男らしいっすよね。なんかこれ純正で荷物もたくさん乗せれそうなキャリアがついてます。ということで本日はハンターカブの納車動画でした。今年はこれからね主に林道を走りたいなと思ってます。秋田県は、まあ、あの山越える真昼岳林道とかね、白神ラインとかいろいろあるんで林道ツーリング楽しみです。はい、で本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。